逆に食事がなくなって逆にパッと食べたい。マジでね、グラスキットを、グラスを大量に持ち運ぶ作業っていうのが大事だ。そうだけどね。あ、食事はね、エネルギーってなったら、結構発音でバッて決め込んで、これやるの。肩って、足が少し低いって言って、どれくらいなんですよ、問題は。やっぱあれですかね、なんか食べるだけで、今だとは思うんだよね。タイミングもよるけど、なんか全然いけるから、ね、それを比べて長めることができるんですけど、わぁなんかあれですか、腹筋教室がいけるっていうんですか。はい、こんにちは。あ、どうもこんにちは。どうも、はじめまして、こんにちは。イヤホンとかでいいから、押さえつけたら、近いになるよ。赤黒のケーブルはね、ちょっと質が悪いから、ね、それは気をつけて。白は青だわ。もう大丈夫。これだと、ひなさんがね、人やすい中華製のケーブルを買ったから、めっちゃ綺麗に。この青切れのはね、俺がちゃんと食感を。そこまでこだわりますね。いや、マジで大変ですよ。全然違うから。まあ、そうはね。だってね、あそこで作れてるけど、また終わるんですよ。いや、あれも、中華ケーブルは、だいぶ銅の配合が低いので、そこの抵抗度が高い。なるほど。のと、線の作りが悪いので、ネジ、折り曲げ回数で、中のやつは切れやすいんです。そうだけど、弱いですよ。自分が大体中華製のケーブル買わない。まだ自分で。それは、中華製のケーブルが嫌いだから、途中から全部トップに切り替えた。青木の方向になってるのが全部俺が切り直したよ。じゃあ、あの部分が分かってるから。じゃあ、それに当たってるんだ。あくまで乗れそうだ。どうだったらいっぱい言ったら違うんですけど、言ったら悪いやつも。